はい、こんにちは、116ウィンズです。今回はとあるジャーニーマンの話をしていこうかなと思いますが、現地時間9月9日にベテランピッチャーエドウィン・ジャクソンが自身のインスタグラムにて引退を表明しました。ジャクソンは MLB で通算17シーズンプレーし、107勝133敗、防御率 4.78、 ものすごくズバ抜けた選手というわけではなかったんですが、イニングイーターとしていろんなチームで活躍し、毎年どこかしらのチームでプレーしている印象があったのがエドウィン・ジャクソンという選手ですね。2019年を最後に MLB でのプレーない状態が続いていましたが、彼の39歳の誕生日に引退ということになりました。で、先ほどジャクソンは毎年どこかしらのチームでプレーしている印象があると言いましたが、これは比喩表現でも何でもなく、本当にいろんなチームでプレーしていたからこその印象です。ドジャースでのデビュー以降、レイズ、タイガース、ダイヤモンドバックス、ホワイトソックス、カージナルス、ナショナルズ、カブス、ブレイブス、マーリンズ、パドレス、オリオールズ、アスレチックス、ブルージェイズ、実に14球団でのプレー経験があり、これは MLB 史上最多記録なんですよね。移籍の多い MLB ではいくつものチームを渡り歩く選手、ジャーニーマンがそれなりにいる印象はありますが、そんな MLB でもジャクソンほどに移籍を経験した選手は実はいないと。ジャーニーマンの中のジャーニーマンといった感じの選手でしょうか。これだけ移籍を経験しているため、それにまつわる興味深いデータや話もまあ当然ながらいくつかありまして、ベースボールサバントではその選手がキャリアで誰とチームメイトになったかわかるデータがあるんですが、ジャクソンは17年間のキャリアでなんと871人もの選手とチームメイトになっていると。871人、小学生が入学前に目標とする友達の人数を大幅に上回る871という圧倒的な数字ですが、参考までに MLB22 年のベテランアルバート・プホルスの歴代のチームメイトの数も調べてみましたが、彼でも468人なので、ジャクソンの数字は本当にとてつもない。もちろんプホルスは同じチームでプレーした期間も長いというのはあるでしょうが、これはジャーニーマンだからこその記録ですよね。ちなみに871人は MLB の歴史上プレーしたすべてのメジャーリーガー、だいたい2万2000人から2万3000人くらいいるんですが、それの約 3.8% に相当するようです。とんでもないですね。またジャクソンはトレードも6回経験しています。2006年から2011年までの間に6回経験し、しかも結構大きめのトレードにも絡んだりもしていますね。オールスター、経験者、あるいは後のオールスターとのトレードもありまして、2009年オフのタイガース、ヤンキース、ダイヤモンドバックスによる三角トレードを以前ウィンウィンのトレードとしてご紹介したことありましたが、あれにも絡んでいますので、マックス・シャーザー、カーティス・グランダーソンとトレードされたことにもなると、2011年の夏には同じ日に2回トレードされるという少々珍しい経験もしているのがこのジャクソン。まあそれだけいろんなチームで必要とされたからこそ、このようにチームを渡り歩きながら長いキャリアを歩むことになったと思いますが、ジャクソンのキャリアでこれは知ってほしいというポイントもまたいくつか話してみようかなと思います。ジャクソンのデビューはかなり早く、20歳の誕生日である2003年9月9日に MLB デビューを果たしています。2001年ドラフト6巡目指名をドジャースから受けたジャクソンはマイナーを順調に駆け上がり、これだけ早いデビューを迎えたわけですが、1巡目指名でもない高卒の選手がこれだけ早く上がってくるのは最近ではあまり聞かないですよね。デビューが早かったのが MLB1 のジャーニーマンのキャリアを築く一因にもなったかもしれません。デビュー戦は後に彼もプレーすることになるダイヤモンドバックスが相手で、6回1失点の好投、アメリカ野球殿堂入りを果たすことになるダイヤモンドバックス先発ランディ・ジョンソンに投げ勝っての MLB 初先発初勝利となりました。この年は MLB4 試合で防御率 2.45 と結果を残し、将来を嘱望される存在でもありました。ただドジャースではその後結果を残せず、レイズへトレードとなったジャクソンはここで先発投手としてようやく芽が出始めます。2008年はレイズが初めてポストシーズンに進み、リーグ優勝も果たした年ですが、このチームでジャクソンはチーム最多勝タイとなる14勝を挙げ、ローテーションを支えました。まあ防御率は 4.42 とせいぜいリーグ平均程度であったため、 ALDS のロースターからは外されてしまうんですが、その後の ALCS ワールドシリーズには出場できました。レイズはワールドシリーズでフィリーズに敗れ、惜しくも世界一とはなりませんでしたが、ただジャクソン自身は2011年のカージナルス時代に世界一も経験することになります。2009年タイガースに移籍したジャクソンはキャリア最高の1年を送ります。前半戦18先発で防御率 2.52 と活躍し、初めてのオールスターにも選出。これがジャクソンのキャリアで唯一のオールスターともなります。ジャクソンは通算のウィンズオブリプレイスメントが 8.9 なんですが、
この年1年間だけで 4.2 を稼ぎ出す活躍でタイガースの先発ローテーションを牽引。後半戦に大きく崩れて最終的には33先発で防御率 3.62 に終わりますが、この年の活躍がオフのヤンキース、ダイヤモンドバックスとの三角トレードのメインピースとなる理由ともなり、タイガースからすればマックス・シャーザー獲得につながることにもなりました。ジャクソンは2019年に復帰するまでタイガースではこの1年しかプレーしていませんでしたが、タイガースからすればシャーザーをもたらした大きな存在とも言えるかもしれません。三角トレードでダイヤモンドバックスに移籍したジャクソンはタイガース時代とは打って変わってあまり結果を出すことができていなかったんですが、6月25日の古巣レイズ戦で彼は伝説を残します。自身初のノーヒッターを達成したんですが、その過程が普通のノーヒッターではなく149球9四死球を許しながらの偉業達成だったんですよね。ノーヒッターとは思えないくらいレイズは塁上を賑わせ、3回までにジャクソンの球数は70球、5回にはノーアウト満塁のピンチを迎えるというおおよそノーヒッターらしくない投球内容だったんですが、それでも最後までヒットだけは許さずノーヒッター達成となりました。ちなみに149球でのノーヒッターは史上最多の球数だそうです。2008年から2013年までのジャクソンは常にどこかしらに移籍し投げていたんですが、毎年移籍を経験しながらも規定投球回に到達しているのはすごいですよね。成績からも分かる通り、まあ防御率も基本4点台で、どちらかといえばローテーション4番手5番手クラスという評価が正しいでしょうが、とにかくそれくらいの内容でイニングを食い続ける安定感、イニングイーターとして計算できる存在だったのは多くのチームから必要とされる、信頼される理由だったのかなと思います。怪我が少なかった点においても使いやすい部分はあったでしょうし、また必要とされた場所で輝くことができた、適応力の高さもジャーニーマンには大事な要素なのかもしれません。まあ、ただそんなピッチャーに4年5200万ドルの契約を提示したカブスはなかなかアグレッシブだった気もしますが、またキャリア最後の大舞台として、実はジャクソンは昨年の東京オリンピックアメリカ代表として出場しています。登板機会にはさほど恵まれず、グループ B 最終戦の韓国戦は3分の2回を投げて無失点。またノックアウトステージでは日本相手にも登板し、同点のタイブレークから登板して初球送りバント、2球目サヨナラタイムリーを浴びてわずか2球で敗戦投手になってしまいました。これがおそらくジャクソンのキャリア最後の大舞台での登板となったのが、また彼の特殊なキャリアらしいですが、ジャクソンが出てきた時のツイッターの MLB ファンの盛り上がりようも、また彼の愛され方を荒らしていた気もしますね。それだけいろんなチームでプレーし、いろんなチームのために戦い、良くも悪くもファンからも愛されたと。いろんなチームで長い間プレーしたからこそ印象的な場面も多かったジャクソン。自分が本格的に MLB を見始めてからは常にどこかにはいたので、その彼もついに引退かと考えると少し寂しい気持ちもあります。彼の第二の人生が良いものであることを祈りたいですし、また野球選手としてのキャリアは毎年のように所属先が変わって慌ただしい部分もあったと思いますので、第二の人生はどこかで落ち着けるといいですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。